本日は読谷村地域振興センターの1階にあります天ぷら屋の方にお邪魔しております。今日は天ぷら屋で、神谷さんからお話を伺います。神谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こっちの天ぷら屋なんですけれども、いつもすごくお客さんが、ね、こうロビー外の方でにぎわって皆さんお食事楽しんでる様子伺ってるんですけれども、ここの天ぷら屋はお店自体はいつからスタートしたんでしょうか。この建物、地域振興センターと同じ年になります。ありがとうございます。ということはもう 7,8 年くらい経ってますよね。はい、ありがとうございます。さあ、そして販売している商品もすごくいろいろありまして、お店の名前は天ぷら屋なので天ぷらも品揃えが多いかと思うんですけど、天ぷら以外の商品も販売しておりますが、どういった種類がございますでしょうか。はい、天ぷら以外にもバーガーだったり、あとお刺身のバイキングだったり、あと他にもちっちゃいこちゃこちゃしたのなんだけど、ポテトサラダだったりとかあります。ありがとうございます。ちなみに天ぷらの種類というのはどういった種類がご用意されてますか。もう結構ありますよ。お野菜だったら、この季節の野菜、今だったらオクラだったり、ウリズン豆だったり、野菜、夏日とか、そんな感じで野菜は入ってます。あとはもう普通にもずく、イカ、魚とか、そんな感じです。ありがとうございます。定番のそういった天ぷら、魚とかイカなどもあるということだったんですけど、オクラとかもあるんですね。季節の野菜も楽しめる、はい、そんな天ぷら屋さんでございます。またこちらのこのお刺身だったり、天ぷらのお魚だったり、このお魚たちはどこで取られてきたものになりますか。はい、これは豊漁港から、直接定置網に入ったお魚をその日で競りで落として、その魚をここでさばいて、刺身定食だったり海鮮丼だったり、そんな感じで出しています。ありがとうございます。その日で取れたお魚をその日でもう新鮮なうちにお客様に提供しているということで、本当どれも美味しそうですよね。はい、でそんな中から、一番人気な商品、天ぷらで言うととか定食で言うととかってもしあれば教えてください。はい、やっぱり定食でしたら刺身定食で、あとは何があるかな、あと意外にバーガーとかも結構出ます。そうですよね、ハンバーガーの種類も3種類ありますよね。マヒーマヒーバーガー、マグロカツバーガーと照り焼きバーガーありますけど、ハンバーガーはどういったお客さんが購入されるんですか。外人さんだったりとか、あと若い、もう全然客層結構、すごいです。あとチャウダーと一緒に、はい、買っていったりとか、クラムチャウダーもなんか和食だけじゃなくて洋食ね、もう販売されているということで、クラムチャウダーとハンバーガーを一緒に買っていく方もいらっしゃるということですね。本当刺身定食めちゃくちゃ美味しそうです。この刺身定食の中身も毎回そのお魚、取れたお魚で変わるんですよね。はい、じゃあ、最後にまた営業時間と定休日も教えてもらえますか。はい、11時オープンの17時クローズで、定休日は不定休になってます。ありがとうございます。不定休ということなので、事前にお店が開いてるかどうかのご確認された方がねいいかなと思うんですけれども、電話番号も教えてください。098-923-0555 です。ありがとうございます。098-923-0555、事前にこちらお問い合わせされて、お店が開いてるかの確認を、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。さあ、では、最後なんですけれども、今ラジオを聞いている皆さんへ一言コメントいただけますでしょうか。ちょっと小腹が空いた時にぜひ天ぷら買いに来てください。ありがとうございます。いつも賑わっている天ぷら屋からですね、今日は神谷さんからお話を伺いました。神谷さん、ありがとうございました。